シンボル、ジムの技術面を動画でわかりやすく解説。秒速で1億円稼ぐ男として知られている実業家、投資家の与沢翼氏は今月19日のツイートで自身が仮想通貨シンボル、ジムに10億円を投資していることを公表して、シンボル、ジムをこれから全力で応援していくと語り、大きな注目を集めました。同氏はその後20日に自身の YouTube チャンネルで、新与沢の流儀第8条シンボルジムのアドレスを公開したい意味というタイトルの動画を投稿して、自身がシンボルを応援する理由、シンボルの強み、日本とシンボルの関係性など様々なことを語っていましたが、2021年10月22日には新たにシンボルの魅力その1、マルチシグについてというタイトルでシンボルについてより詳しく解説する動画が公開されました。シリーズ第1弾とされている今回の動画は、シンボル、ジムの技術的な基礎知識などについて初心者にもわかりやすい表現で解説した内容となっており、シンボルのセキュリティ強化に役立っている代表的な機能マルチシグ、トランザクションを実行する際に複数の秘密鍵での署名が必要となる機能、についての説明が行われています。仮想通貨、ブロックチェーンは認知度が徐々に高まってきている一方で、技術面に関するしっかりとした理解が進んでおらず、価格面だけで注目されているといった問題を抱えていたため、与沢氏のような影響力のある人物から技術面に関する解説動画が出されることによって、今後は日本コミュニティでもシンボルに関する理解度が深まっていくと期待されます。与沢氏は動画の冒頭で、専門的技術に詳しい開発者、ある程度の知識を持っている人、わかりやすく説明できる人、影響力のある人などといった様々な人々が、それぞれでリーダーシップを発揮して情報発信するような環境が理想的であるとの考えを語っており、自分にも抜け落ちた部分があるかもしれないが、そういった部分は開発者などの詳しい人物と役割分担しながら、リーダーシップを発揮していけたらと思うという思いを語っています。与沢翼氏は20日に公開した動画の中で、シンボルの現状、シンボルがコミュニティに強く愛されていること、日本コミュニティがシンボルを通じて強くつながっていること、そのような個人の愛情やつながりがブロックチェーンの発展において特に重要であることなど様々なことを語っていましたが、今後もシンボル関連の動画シリーズが公開されれば、日本でシンボルの認知度、理解度がさらに高まり、コミュニティの成長、拡大にもつながっていくと期待されます。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。